今日のキャンプを振り返り、明日の見どころを紹介する京都ら、アソラ。今日は中井さんです。よろしくお願いします。はい、かっこいいマスクですけど。そうでしょう。あの、お知り合いのね、ちょっと、明石の方で、朝日ブースさんっていうところを作ってまして。どんどん、はい。どんどん、はい。まだ黄色、黒、いろんなパターンがあるんですけども。はい、宣伝です。はい、そして今日の見どころは何といっても、中井さんのね、まあ、秋の西武戦もそうなんですけど、投手構成、素晴らしかったなと思うんですけど、そうですか。まあ一応現状のね、ところでのオーダーとかね、ローテーションを書いてみましたけども、まあ、順調にブルペンの方も来てますし、藤波が非常にこうテイクバックがね、はい、コンパクトになってこうちょっと安定してきたなって、制球の方が非常に落ち着いてきたなっていう感じがしましたね。ちょっとすれば西がダメなら藤波だという、もうそれぐらいのね責任を持たせてもいいとは思いますけどもね、はい、そして明日の見どころは何といっても三菱倉敷戦、明日のねファームの試合を中継するんですけど、見どころはねダラスト候補がちょっとねピッチャーでいるんですけど、あの帝京大のね、はい、出てきた方が、はい、広畑投手、はいはい、まあその辺がね、まあ明日は中西さんではないんですけど、ちょっとね注目したい、違うの、はい、それ見なくていいの俺明日はあの広畑投手を、はい、明日はヤクルトを、明日は裏添えで仕事します、ね、はい、じゃあそれでは明日もね、スカイの方向キャンプリポート、ファームのね、三菱戦お送りします。よろしくお願いします。